世田谷区は東京23区の西部、多摩川を挟んで神奈川県と接する位置にあります。4月1日から世田谷区では新たに地域行政制度がスタートします。その拠点となる地域を世田谷、北沢、多摩川、木ぬた、烏山と分け、それぞれに総合支所を設け、より区民と密着した街づくりを進めていきます。そこで今日は世田谷区にお住まいの加納恵子さんにレポートしてもらい、地域行政制度の狙いや5箇所に分けた理由などを考えていきたいと思います。今日は4月1日から実施されます地域行政制度につきまして、大場啓司区長と政経大学教授の佐藤敦先生にお話を伺ってまいりたいと思います。よろしくお願いします。分かりやすくお話をしてください。まずはじめに大場区長ですけれども、なぜこういった総合支所を開設することになったのか、その狙いについてお聞かせください。はい、世田谷区は人口が80万、地域も23区で一番広い地域でもありまして、はい、それが区役所が一つでですね、全てにまあ行き渡ると、目が届くというわけにもいきませんので、できるだけ、まあ、より便利により身近にということ、そしてまた打てば響く街づくりということをモットーにしてですね、我々はその行政を進めていかなきゃいけないと。それには地域をやっぱりいくつかに分けて、やるべきであると、こんなふうに思っています。先生、今のお聞きになっていかがですか？今区長言われましたようにね、やっぱり80万というのは非常に大きすぎるもんですからね、大きすぎるって、その区民参加というようなことを考えていきますときに、ちょっとこう距離がありすぎるんじゃないかと。はい、そしてその世田谷を5つの地域に分けたわけですけれども、これはどういった理由からなんですか？だいたい人口とかですね、面積とかからいきますと、まあ20万から10万ぐらいの人口の割合がいいと、まあ先生方がよくおっしゃいますので。それで佐藤先生、はい、全国的にご覧になって、この総合支所のような、区をいくつかの地域に分けるというこのシステムはどういうふうにお考えになりますでしょうか？そうですね、私特に将来のこの町はどうあるべきかということで基本計画を作っていったわけですね。でその段階で区民参加を積極的に進めようと思ったわけです。それでそういうことをやったんですが、人口80万ですといかにももう大きすぎましてね、それでなかなかその区民の皆さんとそこで、討議もできないと。で私はその前に自分の住んでおります、例えば武蔵野市というようなところでやってました時は人口13万ぐらいなんです。でやっぱりね、どうも人口10万から20万、今区長さんが言われたようにですね、そういう規模でやるのが一番いいんじゃないかということを考えましてね、それでこれはもうその通りからそういうことを書いてるんですけど、私はやっぱり区長さんの言われた通りだと思います。この世田谷区を5つに分けたその分け方なんですけれども、はい、やはりただ物理的なものだけではなくて、はい、地域の特性というのをお考えになったわけですか？はいはいはい、当然それは地域の特性を主な、まあ、理由になってくるわけですけれども、例えば町づくりをしていかなきゃいけない、まあ、救急車も消防車も通れないようなところもあるよというような町もあるし、はい、そういうようなところはその町全体をこれから再整備をしていかなきゃいけないというようなところ、それから緑がたくさんあって、この緑はどうしてもこれから子孫に残していかなきゃならないというようなところを緑を大事にして、それから歴史とか文化とかそういうものが大変あるところ、その中で皆それぞれの住民の方々がもう自主参加してですね、住民参加の上でそのまちづくりを進めていこうと、こういう狙いでございます。はい、佐藤先生、こういう狙いで5つに分けた、その分け方どうご覧になりますか？いや、もともとやっぱり世田谷っていうのは歴史的にそれぞれまとまった地域がございましたんでね、はい、それでこの一つのまとまりができてくる、まあ、ただ昔通りではないわけで、新しくその住宅が非常に発展してきている地域とかですね、そういうところはまたそれで一つの地域として分けていったということがあるわけですね。下からのこの区民の声を結集していくために、そしてまた、区役所と一緒にこう、なんて言いますか、共同で仕事をしていくと、そういうためにはちょうどいい区分なんですね。まちづくり推進の母体となります、ま、地域の方々が参加されましたまちづくり協議会が57年の11月にできまして、その後まちづくり協議会の方でですね、2年以上にもわたります検討を経て、この地域のまちづくり計画案を60年に出していただいておりますとか、あるいはこういった広場を利用しましたイベントの実施
触れ合い作りといいますか、はい、そういう町づくりソフトの方の町づくりも進んでおります。今まではまあ行政側は行政の論理でこう仕事を進めてきたし、地元はまあ地元の論理でそういったものを動かしていたというのがありますけれど、はい、まあ、できるだけそういったところをこう近づけるといいますか、より身近にというのは物理的にこう府民と行政との間をその近づけるだけではなくて、はい、まあ、非常にこう感覚的ですけれど、まあ、心理的な面でも近づけて、まあ、一緒にこう仕事をしていく、うん、もうそんなふうなことがこの地域行政で実現できていくようになるんじゃないかなと思いますね。このね、木の田でも南の方になりますけどね、もうすでに終わったところ、もう最近ですけど終わったところが2カ所ぐらい、それから今その区画整理を実施しているところがここを含めて5カ所ぐらいありますね。ですから何て言いますか、この木の田地域の一つの町づくりの方法としてね、この区画整理というのも大きな役割を果たしているんじゃないかと思うんですね。それからこの総合秘書の目的ですけれども、どういったところにありますか？そうですね、やっぱり先ほども申し上げたように、まあ一つの拠点ですからね、各地域の拠点になるわけで、そこを拠点にして皆さんがそこに参加し、そこに集まってですね、そしてそこの中でいい地位を出し合いながら、自分たちの町は自分たちで作っていくんだという自治の精神にのっとってですね、やる、そういう核になるところであると、こういう位置づけをしているわけですけれども、地域行政制度の北沢地域の拠点になるわけですね、はい、行政拠点っていうものはなきゃいけないだろうと、まあ、こういうふうに思うわけです。そしてもう一つ大事なことは、この地域の方々がいろんな文化活動とか地域の活動がこのしやすくなるような、そういう施設を準備してやると、こういう2つのことが大事だろうというふうに思ってるわけなんですね。まあ、それでその北沢タウンホールというのはその両方を備えた建物だと、まあ、こういうふうに言えると思いますけれど、青いのがこの現在の出張所なんですけども、ご覧になったようにここのとこが空白地帯になってますので、ここに上北沢出張所、こちらに上祖師谷出張所というのを作って、皆さんのご不便を解消していくということにいたしました。行政の窓口が物理的に近くになりますと、心理的にも身近になったということにもなりますし、それと同時に身近なところから皆さんと一緒に街づくりを考えていく上でも必要な施設であったわけです。今までも秘書というものはありましたよね、うん、で今度新しくできるその総合秘書というのの違いというのはどんなところがあるんですか？はい、我々は考えましたのは、本来は性格的には地域事務所という性格なんですけれども、ただ皆さん使い慣れた秘書という言葉がありますのでね、それで総合秘書なんというような方が呼びのはなお呼びんではないだろうかということで総合秘書としたわけですけれども、中身については全く今までと違った、もっと幅の広いですね、仕事に住民の生活に密着したような仕事をなるべくその総合秘書の方でやってもらおうという仕組みになっておりますので、具体的に、まあ、私たちに対してどんな利益があるのか、どんなふうに接したらいいのかというところはいかがでしょうか？総合秘書の場合ですと、より身近にこう理解してくださる人たちがコミュニケーションが非常に良くなるということだろうというふうに思うんですよ。それにもう一つちょっと付け加えておきたいことは、要するに区長の方針でですね、もう過去に区役所の方々がね、地域にそれぞれたくさん入って一緒になっていろんな仕事をね、その時間の外でですね、あるいは日曜日にお手伝いするとかね、いろんなことやってきておられる、そういうね実績の積み上げがあるんです。でそれでなかったらね、ただ総合秘書に帰りましたって言ってもね、そう簡単にはいかないと思うんですけど、そういうことをはじめとしていろいろとね、すでにもうやってた中から、やっぱりこれでなきゃいけないっていう、そういう考え方が出てきましたのでね、私はその意味ではただ形だけ整えたんじゃなくて、中身をね持ってるっていうことはね大事だと思ってるんですよ。いわゆるここに来るまでにいろんな準備段階がありましてですね、10年間かけて我々はこの準備を進めてきたわけですよ。で初め一体、どういうことなのかという、心配もたくさんありましたし、しかしそれをずっと積み重ねて研究をしてきましてですね、すでにもう町の中にはですね、
住民の方々が組織するまちづくり推進委員というような方々がいらして、で自分たちの町はこういうふうにしようではないかとか、ああいうふうにしようではないかというような提案をしたりですね、話し合いをしたりする、そういう組織がずっとできてきまして、ですからまあこの制度そのものが全国的にもちょっと珍しいケースだというふうに思うんですけれども、まあ失敗はまあ許されませんのでね、まあ失敗のないように、それだけ住民の方々もまた非常にこう注目をしておりますので、我々も力を入れて、まあ、この仕事をやってきて、やりこなしていきたいというふうに覚悟しているわけです。これは具体的にこれから始まってみますとその結果が出てくると思います。今ここで一つ一つなんだって言ってみても、それは非常にこう形の上で分かりにくいことなんですけど、実際にこの街づくりやったり福祉の仕事やったりしますとね、その結果っていうのはね、歴然と出てくると思ってます。まあ住民側に立った仕事ができると、できやすくなったというシステムでもあろうかなというふうに思っています。住民の方々と一緒になって話し合って、そしてまあ一緒に泣き一緒に笑いですね、そういう行政ができるんじゃないだろうかと、こんなふうに思っているんですよ。これからの地域行政制度について語っていただけますでしょうか。私どもはやっぱりその地域行政というのは、その地域地域に根ざした住民の方々 の考え方とか、それから生き方とかというものを一緒になってやっていこうと、考えていこうと、そして進めていこうというものでありまして、我々はその単位が地域事務所といういわゆる支所、総合支所単位にですね、それぞれの特色のある町の中 でいつまでも自分がこの安心して住んでいかれるような、そして生き生きとした町を作っていくために、自分も参加し、みんなで協力し合いながらやっていこうという、そういうシステムをこれからまあ開発していくわけでありますので、安心して住める町づくりを拠点にしていきたい、こんなふうに考えています。